こんにちは、吉谷さん。そうですね、決めたことをやる、すごいですよね。やっぱり今環境は整いまくってるんですけども、結局自分のね、根底にある初めの第一歩ですよね。自分がやることが決めていて、そのやることを継続するってものが固まっているからこそ、それをパワーアップするため、増幅するためにインターネットですとかね、パソコンの仕組みとかプログラミングとか SNS っていうのがあるだけで、そもそも何にも始めてない、何の第一歩も続かない人がどんなパワーツール使ったって無意味ばかりか、無意味以上にダメージがあります。それはしょうもないことが多くの人に広まってしまうってことなんですよ。よし、 Facebook ライブするぞって宣言して第1日目やるじゃないですか。3日経ってやってなかったらそういうやつだって思われちゃうわけですよね。まあですんで、やっぱりなんかね、すごくね、いいツールが出てきている反面、ちゃんとやらない人はちゃんとやれないってことが広まっていくってことで、どん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 信用を起こして落としていってしまうってこともあるのかなと思います。さあ、そこでですね、吉谷さんがブログというんでね、私もちょっと自分のこれは継続してるなっていうのはちょっとね、振り返ってみました。まあ単純に言ってですね、 Facebook ライブ未だにやってるんですよね。すごいなと思いますよ。どんな日でも、明けても枯れても、外が雨でも風が吹いていても、雪でもタコでもね、とにかく Facebook ライブが毎朝されているというね。 Facebook ライブというそういう風な機能がついてから、やらなかった日はないなと思いますよね。これすごいなと思いますよね。そして YouTube なんですけども、 Facebook ライブを YouTube に移行するのの他に、ちゃんと YouTube ももうかなりね、限定動画やってるんですよ。速稼塾の塾生さん向けの限定動画、それから毎日送られてくる私へのメッセージに対するワントゥーワン動画、これもね、もう喜びと楽しみのもとにやらせていただいてますんで、もうね、終わることがないなと思いますよね。逆に私に質問がないっていう日が一日でもあったら、それはがっくりしちゃうんで、その時こそ動画をね、また量産するってエネルギーになるのかなと思います。それからライティング、実は速稼塾の塾生さん向けに毎日更新情報を送ってるんですけども、そこにライティングも詰めてるんですよね。まあそういった形で、私は誰よりも継続をしている姿を お見せしているところもあるかなというので、まあ、吉谷さんもね、ブログ書き始めてすごいなと思うんですよ。で、私もブログをしっかりと何千文字っていうのは書いてないんですけども、なんかね、やってみようかなって気にはなりましたね、吉谷さんがそこまで言うんでしたら。まあただ今のところやる意欲まではないですね。ただブログにもう一回改めて挑戦しようかなっていう風な、そういう風な気持ちが芽生えてきたのは確かです。やっぱりね、誰かがやっていると負けてられるかって気持ちになるのも確かなんですよ。そういう意味では、たった一人でやるよりも他にやってる人を勝手にね、リサーチしていくっていうのはすごくいいなと思います。まあ吉谷さんとの関係がこう続くのももちろんいいんですけども、毎日はその学ぶさんとかね、池早さんとか動画出してるじゃないですか。あれに触発されて勝手にこっちでモチベーションをいただいてるっていう面もありますよね。さあ、それでね、私が継続してるものの中の一つに例のやつっていうのがありますよね。久しぶりにこの話題出たんですけども、例のやつっていうのは実はね、昨年の7月あたりからあんまり状態が良くなくなってきたんですよね。まあそれで多くの方は離れていったりとか、活動に意欲を失ってしまったんですけども、私はそういう時こそ情報発信を濃くするべきだと思いまして、どん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 例のやつに対しての情報発信をもう目いっぱいやってきたわけなんですよ。そして私なりに例のやつがちょっと状態おかしいけども、それがどういうふうに復活しているのかっていう仮説を立てて、どん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 動画を出してきました。その動画を出している過程ではですね、勝手なことを言うなとかね、いい加減なことを言うなっていう意見もかなりありましたけども、私の立てた仮説どうなったかというと、全部実現して全部その通りになりました。すごいなと思いましたね。それはですね、私は自分が決めてるからなんですよ。何を決めてるかっていうと、もう金持ちになるってことは決めてるんですよ。そして今よりも金持ちになるってこと、金があるってことは時間があるってことに直結するんですよ。でね、金持ちになることが全て幸せの道とは私は言いませんけども、私の場合は金持ちになるって決めた、幸せとか幸せじゃない抜きに金持ちになることを決めたわけですよ。そしてできれば、はい、すいません、動画が切れましたけども、まあ金持ちになることを決めたってことですよね。だから金持ちになることを決めたんだったら、その道の上にあるものを全て消化していかなければその道行けないですよね。でもね、やっぱりね、日々の最優先に負けてですね、長期的な優先事項をまあ捨ててしまうというか、先延ばしにしてしまうんですよね。先延ばしにするのはいいんですよ。でも寿命っていう風に先延ばしができないものがあるときに、本当にそれでいいのかなと思っています。さあ、それではね、コルベットの話ちょっとしましょうか。コルベット、いいね、羨ましいなと思いますけども、やっぱりね、アメ車左ハンドルっていうのは一つの挑戦ですよね。いや、なんかね、話聞いててとても素晴らしいなと思いましたね。私も今日はちょっとね、ナイト2000と遊んでみようかと思います。
それではこれからも動画のメッセージよろしくお願いします。今日のね動画のまとめなんですけども、吉谷さん、やっぱりね、私たちの動画を見てくださる人には強く訴えかけたい。お金持ちになろうって思わない人がこの動画見ないわけないんですよ。でも金持ちになろうっていうふうに決めていないのかな、まだまだ全然決め方が甘いのかなと思いますよね。よし、この動画見たぞ、じゃあですよ、この動画見た後にじゃあ動画を上げようかなとかね、ブログ書こうかなっていうふうに思ってやるって人がやっぱりどれぐらいいるかなってことなんですよ。この動画を見終わった後にですよ、はい、いい話終わった、終わりじゃないんですよ。このインプットをした後にあなたがどんなアウトプットをするか、いろんな理由つけてやらなければそれはそれでですね、そこでメッセージは終わりなんですよ。そんな人にはね、いつまで経ってもお金も時間も人も寄ってこないということだと思いますけどもね。さあ、じゃあお題を今日はたまに出してみましょうかね、吉根さん。改めてですけども、モチベーションが湧かない時ってどうしますかっていうことをね、ちょっとこうお題にしていきたいと思います。私はモチベーションが上がらないことはないんですけども、というか上がらなくてもやってるかなってことですよね。モチベーションは行動動機とは全然切り離されてるんですよ。モチベーションがあろうがなかろうがこっちのルーチン変わってないってことなんですよね。うん、まあだからモチベーション無視という形でございますけども、多くの方はモチベーションに左右されてると思います。吉田さんの場合はもしかしたらモチベーション無視なのかもしれませんけども、仮にですね、そうでない場合、モチベーションが上がらないときはどうするのかってことをね、皆さんにお伝えいただければ参考になるんではないかなと思います。それではいってらっしゃい。